はいどうもこんにちは、カウントです。まあ今日はねこのページをご覧いただいて、誠にありがとうございます。まあこのページではね何をお話しするのかっていうと、まあ僕がね今度主催するセミナーについてお話ししようと思います。でまあなんでこのね動画を撮ってるのかっていう、まあ、理由もねこの後お話していくんで、まあ大丈夫なんですけども、まあなんでねあなた自身が、まあ、セミナーに参加しなければいけないのか、そしてねこのセミナーで得られるものは何なのか、そしてこのセミナーがね他のセミナーと何が違うのか、っていうことについて、ね、ちょっとお話していこうと思います。でやっぱりね文章だけだとなんていうのかなちょっと伝わりづらい部分っていうのはやっぱあると思うんでね、まあそれで最近ちょっと動画の方が分かりやすいっていうか、まあ直接ねこうやって僕の声を聞いてね参加したいっていう方が結構多かったんで、まあぜひね動画ちょっと初の試みということで、初じゃないか、すいません。撮らせていただいています。まあ、ここはちょっと自分の、まあ、自宅っていうかオフィスなんですけども、まあね、ゆるく話していこうと思います。で、まずね、なんでこのセミナーをやろうと思ったのかっていうと、単純にね、僕と、まあ、僕のマークさんっていう方と、このセミナーを主催しているんですけども、大体ね、4月の11日、まあ、ちょうど僕、11がつく日に、何かこう、人生の転機っていうかね、まあ、大きなきっかけっていうのがあるんですけども、ちょうどね、4月の11日に、まあ、僕のマークさんという方と会ってね、それが僕っていうのはすごく変化してきました。まあ、それまでもね、ずっと3年、4年ぐらい前から自分でビジネスを始めていて、まあ、セミナービジネスだったりとか、オークションビジネスだったりとか、インターネットビジネスだったりとかね、まあ、他にもいくつかいろいろやってきて、今もでもやってるんですけども、まあ、そんな中でね、すごく僕自身の、まあ、メンタルっていうのはすごく変わったんですよね。まあ、どういうふうに変わったのかっていうと、当たり前の基準っていうのが変わったんですよ。当たり前の基準。例えば、あなたがね、今、こう、トイレでね、まあ、トイレしてきてくださいって言ったら、普通に当たり前にやりますよね。で、例えばなんかね、まあ、歯磨きとかもちゃんと寝る前にしますよね。で、お風呂もちゃんと普通にこう、入りますよね。やりますよねっておかしいな。っていうような感覚っていうもので、僕自身が例えばこう、ビジネスね、自分のビジネスをこう、まあ、売り上げをね、一定以上上げたりとか、まあね、まあ、毎月ね、こう、勝手に自動的に稼いでくれるような、まあ、自動販売機ですね。まあ、インターネット上に僕はいくつかそういう仕組みを作ってるんですけども、そういうものを作れるように、まあ、なったりっていうのが、昔まではこう、なんていうのかな、頭で考えてね、こう、まあ、何でも考えてるんですけども、そこ考えながらやっていたのが、まあ、僕自身がね、その、ここ、まあ、半年ぐらいでね、勝手にこう、なんていうのかな、思いついて、どんどん勝手にやっていくようになっちゃうんですよ。イメージとしては、何かこう自分がね、文化祭の時とかってこうアイディアとかいろいろ出たと思うんですよ。あなた自身。こう、楽しかったじゃないですか。ああいう感覚で自分が出したアイディアっていうのをやると、それが当たる。つまり結果になって収入が増える。っていう感覚がね、もうコンスタントに歯を磨くような感じでね、できるようになってきちゃったんですよ。だから感覚的に言うと、昔の自分っていうのは、なんていうのかな。本当にやっとこう、作れたとか、なんか頑張ってね、こういうセミナーとか教材とか買ってね、それをの通りにやって、必死にこう、身につけたっていうものが、今ではね、もうなんか、手に取るようにというか、もう本当歯を磨くように、ご飯を食べるような感覚で、もう当たり前になってきちゃったんですよね。で要は何が言いたいかというと、自分がね、こう、何かね、収入を増やしたいと思ったら、まあ、いくらでも増やせるっていうのはちょっと大げさな言い方かもしれないんですけども、自分がね、今やってるものの延長線上だったら、かなりね、先が見えるようになりました。今までっていうのはやり方、その要は自分が例えば年収100万円、年収100万って少ないですね、まあ、月100万円稼ぎたいとしたときに、そこまでのプロセスっていうのは正直見えなかったんですよ。っていうのも、そういう方法とか手段っていうのをネットで調べればいくらでもあると思うんですけども、それをね、実際にやってもそこまでいかなかったんですよね。まあ、単純にあなた自身も多分そうだからね、この動画見てくれてると思うんですけども、そういうことがね、ずっと続いてたわけですよ。でもね、その時に、やっぱりね、行かなかったっていうのは何かっていうと、自分のやっぱ当たり前の基準が低かったんですよね。まあ、セルフイメージっていうの話になると思うんですけども、自分自身のセルフイメージが低かった。具体的にどういうことかっていうと、僕自身がその100万円稼げる人間だというふうに思っていなかったんですよ。そう。本当にね、月10万円でも行くのがやっとこだろうみたいな感覚だったんですけども、それがね、やっぱりこう自分のね、まあ、マークさん以外にもいくつか僕の師匠っていうのはいるんですけども、人たちと会ってから、なんていうのかな、本当当たり前の基準っていうのが変わりました。まあ、どういうふうに変わってたかっていうと、本当にもう自動的に変わっていったようなもので、感覚的によって、例えばあなたが、アルバイトもあります。アルバイトでね、始めた時とか、職場変えた時っていうのは、なんで、最初って居心地悪いじゃないですか。例えば僕も最初居酒屋のアルバイトをした時にね、
居酒屋の人って結構テンション高いし、まあなんか、ね、ノリがいいんで、なんていうのかな、こう合わせづらいというかね、僕シャイだったんで、なんていうのかな、こうテンション的についていけないんですよ。なのがこうね、毎日毎日ねアルバイトをしていく中でね、そういう人たちとやっぱ付き合って触れている時間が長いと、自動的にねそういうような例えばトークだったりとか、そのギャグセンスだったりとかね、まあ、ユーモア、まあ、同じですよねとかね、まあ、そういうものがね勝手にこう染み込んでくるんですよ。でそれってね、もう僕自身がこう意図的に何かねこう練習したとかそういうわけじゃなくて、自動的になってくるんですよ。そう、例えばあなたもね、あの経験あると思うんですけど、結構周りの人の影響って結構受けてると思うんですよね。例えば友達がねこうなんかね、スターバックスのファンでね、まあ、スタバのものばっかり集めてたら、もしかしたらねあなたもスタバのファンになっている可能性も少しは高い、ありますよね。例えば友達がねスポーツを始めたって言ったら、そういう影響も受けるだろうし、逆にね友達がね起業家、起業とかね、そういうビジネスをスタートしたっていう風にね周りが急になったら、あなた自身もそういう方にね興味を持ってやっていくようになると思うんですよ。でそれって何かっていうと、自動的だと思うんですよね。あなた自身はそんなに意識してない、ただ周りと一緒にいるだけでそういうような情報とかね、そういうような会話になってから、勝手にあなた自身がそっちの方に向かっていくっていう、まあ、理論なんですよ。でなんとなく今の話聞いてね、ちょっとピンときた方もいると思うんですけど、要は何が言いたいかっていうと、自分の取り回ってるね周りの環境の5人っていうのが、まあ、全てなんですよね。そう、わかります？自分のね取り巻く周りの5人っていうのが全て。で何が言いたいかっていうと、魚になりたかったら魚の群れに飛び込めってことなんですよ。まあ、それちょっとねぶっちゃけ無理な話なんですけども、要は自分がねモテるようになりたかったら、モテてるような人たちと一緒に付き合うだったりとか、ビジネスで成功したいんだったら成功している人たちと一緒に付き合うだったりとか、これはね世の中で一番、まあ、結果が出るというか確実な成功法則なんですよ。そう、だ何をしなきゃいけないのかっていうと、あなた自身がまずねビジネスとかそういうの始めたいんだったら、もともとビジネスでうまくいっている人たち、もしくは稼ぎ続けている人たちと付き合う必要があるってことなんですよ。そう、付き合う人を変えるっていう意味で。そうだからね、あのまずあなた自身が何をしなきゃいけないのかっていうと、セミナーとかねそういうものに参加して、そういう人脈っていうのを築く必要があるんですよ。そうでね、まあちょっと話は長くなったんですけども、まあ、今回ね、この僕自身と、その、まあ、マークさんって方、僕自身はセミナーをずっとやってきてるんですけども、今回ちょっと変わった感じのね、ワークショップ、セミナーをやろうと思います。そう。いいです。で、このセミナーっていうのは、まあ名前はね、正直どうでもいいんですけども、ちょっと変わっています。で、何が変わっているのかっていうと、普通のセミナーっていうのは、ただ講師がね、こう一方的にね、話して、終わりだと思うんですよ。でもね、それ、セミナー、そのね、やり方のセミナーっていうかね、まあごく今までのやり方のセミナーだと、それっていうのは勝手にね、講師目線のセミナーなんですよ。だから要は何が言いたいかっていうと、あなた自身に一時的にこうやる気が上がったりとか、モチベーションが上がったりとか、そういうものは起きると思うんですけども、結局ね、セミナー終わって2、3日、まあ2日後、3日後になると元に戻ってるんですよ。まあ多分あなたもね、経験あると思うんです。何かね、こういう自己啓発の本買ってみてね、読んで、モチベーションが上がった。まあなんかね、CD とかそういうね、動画を見て、テンション上がってね、よしやるぞって思ったけども、2日後3日後になったら元に戻っている。こういう現象っていうのが起きるわけなんですよ。それは何かっていうと、インプットしかしてないからなんですよね。よ、そう、よじゃない、よじゃない。で、このセミナーっていうのは何をし、そこがね、僕自身がやっぱりセミナービジネスっていうのを、まあ、ここ3年ぐらいやってきてね、ずっと思ったのが、やっぱりね、変わっていく人っていうのは本当1割もいないんですよ、本当に。まあ、これは世の中の普遍のルールというかね、昔から変わってないですけども、で、その変わっていく人たちっていうのを見ててね、その人たちが何をやってるのかっていうのを、徹底的に僕はね、研究してね、追求していました。で、そのやっていたことっていうのが、やっぱりね、アウトプットすることなんですよ。まあ、こういうふうに聞くとね、当たり前じゃんっていうふうに思うかと思うんですけども、でもやっぱりこれはね、できていないのがほとんどなんですよ。できていたら、もっともっとね、稼いでいる人とか、例えばね、ビジネスでうまくいっている人ってもっと増えてるんですよ。そう。で、やっぱ僕の周りを見ても、僕と同時期に独立してね、うまくいっている人っていうのは、やっぱりアウトプットする癖っていうのをもう意図的につけています。うん。そう。まあ、ちょっとね、もうこの動画見て、ね、10分ぐらいになるんで、最後の、ね、結論に入ると思うんですけども、とにかくね、ぜひこのセミナー来てみてください。そう。で、別にね、僕自身も、なんかそんなにね、こう、煽ったりとかね、セールするつもりでこのビデオを撮ってるんじゃなくてね、どっちかというと僕のこう、雰囲気とかがわからない方がいるとね、やっぱりこう、不安だと思うんですよ。僕もやっぱり講師、そのセミナー、自分がセミナー選ぶ基準っていうのは、やっぱり講師のね、その、まあ、人柄とか、僕自身のセミナー行く目的っていうのは別にノウハウとかテクニックとかそういうものを学ぶんじゃなくて、ただね、講師の人とこう仲良くなりたいっていうか、まあ、要は講師の人たちとの環境をね、手に入れたいから僕はセミナーに行くんですよ。だから僕はね、いろんなセミナーの時いつも一番前に座って、まあ、講師の人にね、こう、まあ、コミュニケーション取ってね、その輪に入れてもらうわけなんですけども、そう。
でもやっぱりその講師の人柄っていうのを知らないとそのセミナーに行こうとも思わないんですよ。だからちょっとこの僕のセミナーってね、まあ、これ僕んちで申し訳ないんですけども、動画を撮ってね お伝えしてるんですけども、つまりそういうことです。まあ要はね、ちょっと今日の動画ね、何言ってるかちょっと分かんない方もいると思うし、お前自身誰だよって思ってる方もいるし、僕のこと嫌いな方もいると思うし、僕のこと逆にね好きな方もいると思うんですよ。そう、でもそれはね人それぞれだし、僕自身もいろんな人に好かれようと思ってやってるわけじゃないんですけども、まあちょっとこの動画見てね、僕自身とその僕の人のマークさんですよねのセミナーにね、こうまあちょっと参加してみたいなって思った方はぜひね、参加してみてください。で参加したらね本当に人生変わることっていうのをまあお約束をします。本当に、うん、そう、まあここまでねちょっと長くなったんですけども、まあぜひね直接ねお会いできるの楽しみにしています。今日どうもね長いビデオ見ていただいてありがとうございます。